そうそう、リハでした。なんか二重幅がおかしいです。左右が違いすぎてなんかすごい違和感ある。やだやだやだ、あんまり見ないでください。今日はね、物もらいでもない今日一日中なんですよ。二重幅がなんか変な癖ついちゃって、めっちゃくっきり 違和感ある。やだやだ ほんまによかった。今日はね、レッスンしてました。で、終わった後はね、いつものメンバーと 夜ご飯を食べに行ってましたね。美味しかった。頑張ってて偉い。嬉しい、ありがとう。グラタン食べました。明日もね。てか、あさってが NST 祭りって普通に考えただけでめっちゃ楽しみもあるけど不安がすごい、不安がすごいですね。スピンでも可愛い、いや、スピン全然可愛くないですよ。はい、もちめっちゃ行きたかった。もうそうよな。なんかね、4期生だけのイベントがあんまりないからね、4期生公演とかがねあったらね、その時は来てください 待ってます。ハートありがとう。可愛いから。嬉しい、やったー、ありがとう、そうやって言ってくれて。 STU さんにお友達いない？お友達というか、来島優香さんがめちゃくちゃ、なんか前というか、 NMB さんの8期生さんのオーディションを受けてる時になんかめちゃくちゃ可愛いって言ってくれて、私のことで、そっから「まるちゃんまるちゃん」って言ってくれてて、で、私は「くるちゃんくるちゃん」って言ってる 不安、怖い。ちょっと今日もベッドの上ですね ちょっといつもの位置に戻ろうっていう気はしないですね。なので、いつもの、ジャージもここにぶら下がってます。こんばんは。オーディションの時の名前がまるちゃんやったんですよ。今日凪にも言われた、ご飯食べてる時に「ももちゃん、なんか3期間違えた、3次審査の時に、3次審査の時に「あ、まるちゃんや」ってなった って言われて あ、そう あ、そうですかって言った。ありがとうございます。あ、そう言った。こんばんは。まるちゃん、まるちゃん2人いたよね。そうなんや、知らんかった。そうなん、知らんかった。かわいい、ありがとう。記憶がないかも。ハートありがとう。そう、微妙な反応 あ、そうって言っちゃった、凪に。今日はね、申し訳ないですけど、すぐに配信終わります。ちょっとね、眠たい。そう、レッスンが終わって15分ぐらいしてから配信終わろうかなとは思ってます。うん、テロップ出るまでかも。こんばんは。
ありがとう、みんな早めに休んでくださいって嬉しい。あ、あと10日なんや、フラインまで。早い、月日の流れは。やばい、口内がでかくなってきた。薬塗らな。つまり目がパッチリしてるように見える。それ右目だけですね。今日二重幅がおかしいんですよ。え、二重幅右目の方がいい。右目みたいな二重幅になりたい。なんか私ね、まぶたが重すぎて食い込むんですよ。二重が食い込むからめっちゃ嫌。え、待って、れいちゃんありがとう。クマの天使めっちゃ嬉しい。ありがとうね、れいちゃん。なぜかももちゃんの件があるわ。なぜかじゃないやろ、絶対に。嬉しい、待ってるわ。お疲れ様、お疲れ様。ハートありがとう。めっちゃ眠たい。あ、待って、スカイキャッスル、待って待って、やばいやばい、待って、違う、寝ないわ、配信来た後スカイキャッスル見る。待って、やばい、思い出した、スカイキャッスルやん、やばい、最終回、やばい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 。ティーバーで見る。ティーバーで、で、うちうちうちでよかったかな。ティーバーさんで見ます。やばい。超楽しみ。オフラインほんの少しとすが、おいで。いっぱいお話ししたいです。来て来て。来てくださいよ。あれ10時台のドラマなんですか、スカイキャッスルって。横浜イベントの詳細出てきたよね。何の話をしようかな。4期生だけのトークショー、4期生だけのトークショー大丈夫かな。私少しだけ不安ですね。申し込みました。お、やった。ももちゃんは仕切りか。いや違うでしょう、多分違うね。私あの、私が MC しちゃったらね、結構ね、あの意味わからない、あの台本に書かれてないこととか言っちゃう可能性があるのでちょっとね怖いですね。はい、多分違うと思います私ね本当にね、なんか決められた言葉を、決められた言葉通りに話せなくて、なんか多少言葉を変えてしまうんですよ。そう、あと忘れちゃう。なんかまずさ、え、もうやばい、なんかいろいろ不安。そう、だから私いつもアドリブなんですよ。なんかね、前にアイスレモネード披露した時に、あの明日明後日にお渡し CD のお渡し会がありますっていう告知をしてくださいってスタッフさんに頼まれて、でそれ始まる30分前ぐらいに言われて、あ、分かりましたって言ったんですけど、その決められた文章通り話せないなって自分の中でなって、もうとりあえず自分の中での、もう自分の中でなんか練習したら練習通り話せないんですよ私。だから私いつも話すのはアドリブで、なんかサマーセットリスト公演、サマーセットリスト特別公演の時の MC も、 MC っていうか、あの自己紹介の時の何話すかっていうやつ、あの今日はごちゃなんですけどとか、私誕生日もうすぐ迎えるのでみたいな、自己紹介の話まで全部アドリブなんですよ
なんか裏で4期のみんながなんか練習してるのを見て、あ、桃子も練習せなあかんねんけど、でも練習通りに話せへんから、いつも。なんか私いつもアドリブなんですよ。忘れちゃうとか、いや、なんかこのことこのことって考えちゃったら、なんかもうね、なんか何を話したらいいか分からんくなっちゃうんですよ。だから いつも私アドリブで言ってます。でも本当に絶対話さないといけないことはちゃんと頭にバーって入れて、やけど自分なんて書かれてる通りに言ったら、私関西弁なんだよ。なんか言葉がめっちゃいろいろ混ざって気持ち悪くなっちゃうんですよ。だからいつも私はアドリブでやってます。いっぱいが、いや、そんなことない。この文章書くしか なんかもうこれとこれを、このことを言ってくれたらもういいからってスタッフさんによく言われる。もうお渡し会のことも、このことを言ってくれたらね、もうあとはもう何でもいいからって言われて、私は「分かりました、ありがとうございます」って言って、私はいつも絶対に言わないといけないことは喋って、その他はもうアドリブで言ってます。でもなんかアドリブって言っても、ちゃんと台本で書かれてる内容を自分の言葉で変換してるだけやから、そう、そんな、あの、めちゃくちゃ文章を変えてないから、そうそうそう でもやっぱ台本通りよりかはアドリブとかの方が私的にはやりやすいけど、覚えれるのは全然覚えれる。わかる、ありがとう でもすごいね、喋 るときドキドキします。ドキ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 、心臓がバクバクバクってなる。小池は歌詞通り、歌詞通りアドリブなしです。そうだから、まあ、でもとりあえず喋らなあかんことはもう頭にめっちゃ刻み込んでます。びっくりした、スカイキャッスルのネタバレされたんかと思って、めっちゃ今心臓バクってなった。おしゃべり会もアドリブ、当たり前やん 当たり前やん。午後から美穂だいぶ中は今のところ大丈夫そうだね。え、私晴れ女なんで晴れさせますね。これ気になって調べた。え、めっちゃいい歌でしょ、ですよね。でもね、もう本当にもう私本当おバカちゃんなんで、もう覚えが本当遅くてやばい、怖い。晴れさせます、任して期待してます。はい、晴れ女なので、もう一回晴れ女エピソードがあるんですけど、兵庫に住んでる時にもうめちゃくちゃ大雨警報とか出てるぐらい大雨が出てたんで、ですけど、私本当にどうしても、あの、近所の歩きでね、歩きで近所のおばちゃんのとこに行かなあかんくて、まあ隣の家なんですけど、外出た瞬間に大雨警報が出てるのに晴れて、晴れたっていうか止んで、隣の家行った瞬間にね、また雨降ったんですよ。はい、私晴れ女なんです、めちゃくちゃ。でも私気持ちが落ち込んだら
待って、凪の LINE 画面に入った。でも気持ちが落ち込んだら雨が降っちゃう私天気の子なんかも、今から晴れるでって言ったら晴れるんかな、言ってみますね、雨降ってきたら今から晴れるでって言ってみるわ。なぎちゃん何、いや、おもかがなぎに送った 文章の返信が来たら面白かった、それが。はい、心の喜怒哀楽なので今から晴れるで。あとなんか最近めっちゃハマってるのが、なんかナギとかがどうしようどうしようとか言ったら、ももかはいつも大丈夫大丈夫やでっていう、なんかめちゃくちゃなんかちょっとだけイラってくるあの関西弁励ましを言うっていうのにめっちゃハマってる。やばいとかナギが言ったら大丈夫大丈夫やでっていう、なんか謎になんかちょっとんっていうイラってくるような関西弁を言うってことに最近ハマってて絶対に最初に大丈夫大丈夫やでっていうね、なんかがそれを最近ずっと言ってる。あ、ハートありがとう。いや、多分安心してくれます。なぎちゃんイラってきてた、いや笑ってる、うんって笑ってるはい、それでは配信を切ります。今あくび耐えれた。では終わります。13位ひでおさん、ありがとうございます。配信してくれてありがとう。今日も一日よく頑張って、お疲れ様、ありがとう。ゆっくり休んでね、明日も一日頑張りましょう。体調気をつけてね。ねえ、本当にひでおさんもね、体調気をつけてね、ありがとう。あ、変わっちゃった。13位ブルーさん、ありがとうございます。12位まさふみさん、ありがとうございます。もーちゃん、この間カフェではありがとう、会えて嬉しかったよ。私も NST 祭り行くので頑張ってね。頑張る、まさみさんありがとう、嬉しい。アイコンもありがとうね。11位タムさん、ありがとうございます。10位あきひろさん、ありがとうございます。9位キョロちゃん、ありがとうございます。8位 F ケンさん、ありがとうございます。7位ヨコリンさん、ありがとうございます。昨日は公演ありがとう、 NST 祭り楽しみにしてる。来てくれるんですか、待ってる、嬉しい。6位アルファさん、ありがとうございます。5位なゆきさん、ありがとうございます。4位てつ4110さん、ありがとうございます。てつさんさ、この前さツイートしてくれててめっちゃ嬉しかった、ありがとう。てつさん3位グリーンティーさん、ありがとうございます。2位ポリエモンさん、ありがとうございます。ポリエモンさん長いないつも明るいももちゃんが大好きです、ありがとう。配信見ても面白くて元気もらってます、嬉しい。この調子で NGT48 頂点に立ってください。マリちゃんと合わせて応援しています、ありがとう。5月5日楽しみにしてるよ、これからもよろしく。ポリちゃん、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、これからもよろしくね。そして1位がレイちゃん、ももかちゃんからの好き欲しい。もう私はもうめっちゃ好きなんですよ、気づいてないんですか。めちゃくちゃ好きを送ってますよ、レイちゃんありがとう、大好き、ありがとう。はい、いつもありがとうね、本当にというわけで皆さん今日もお疲れ様でした。今日は
ああそうそう、この話超したくて、私最近なんか赤ちゃん帰りしようかどうか分からへんねんけど、なんかご飯食べたらすぐ寝ちゃうんですよ。はい、っていう話をしたかっただけです。では以上です。皆さんありがとうございました。私さっきご飯食べたんで、多分今からめっちゃ眠たくなると思うので寝ます。長くてごめんなさい。え、全然いいで、嬉しい、むしろありがとう。全然謝らんといて。はい、スカイキャッスル見ます。え、そうやね、ほんまにやばいよな、すぐ寝てます最近。ではみんなバイバーイ、ありがとう、最後まで見てくれて。ごめん15分しか配信せんくて申し訳ない。もっと配信したかってんけど、ちょっと明日糖取りすぎ、え、ガチ糖取りすぎたら眠くなるの。あ、絶対それやわ、気をつけます。ありがとうございます、バイバーイ。じゃあ明日も頑張ろうね、バイバーイ。